はい、ワード2。今、調印式終わりました。たくみさん、ワード2。はい、ワード2。契約終わりました。部長終わりました。契約、声聞こえますか？映像音声問題なければ教えてください。今から、昨日教わったドルさんに教わった、トレーニングメニューをこなしていきたいと思います。よろしくお願いします。20歳の若造さん、大丈夫です。大丈夫、 OK。 和道ワドプロ配信者さん、今月の目標まで10万ポイント。 YouTube は URL、 公式サイトは URL、 好評発売中 URL。 どこにしよっかな。高谷さん、こんばんは、お疲れ様です。見える、この辺で。この辺で OK。 おなすさん、パーカーかわいい。パーカーはね、これリスナーさんからもらったやつだから大事にしてるね。もう2年ぐらい来てるかな、リスナーさんからのプレゼントで。ジャックダニエルです。みんなワド2、今日はあの激しい練習じゃなくてフォーム、日曜日にまたドルさんとあのトレーニングつけていただくんで、もし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 、どの辺にいる？うん、今マルエツプッチの方、マルエツプッチの先に行くとさ、コクーンタワーの方に来るじゃん。コクーンタワー、あの代々木モード学園の方まっすぐ行くと着くんだけど、わかる？あー、じゃあちょっとまた行ってみる。うん、でその手前の十字路のところに白いビルがあるんだ、左側に。うん、そこにいるから。はーい。はい。あれ、これ LINE も入ってた？放送止まってない？放送止まってない？大丈夫？放送止まった？あれ、放送止まったかな？あれ、コメントねえな。放送止まった？もしもーし。あ、オッケーなんだ。マネージャーさん止まってないよ。はいよ、飲んだら今から来ます。おなすさん、大丈夫す？大丈夫、今日はあったかい、よかった。日が落ちてあったかくなりました
ありがとうございます。最近雑談できてなくてごめんね、みんな。いいね、俺とお揃いだ。
あ、ボクシングギャラ出るみたいですね。うん、ギャラ出るみたいです。僕酒は飲んでないですよ。タバコは吸ってますけど。頑張ります。いらっしゃい。一眼レフで撮影もしてきてる。うん。ポスター用。ポスター用。
連城さん本気だわ。やばい。香川さんの苦しみが分かったって言ってたまず気が利いたないらしい。いかにバックレさせないかだって若くないよ。おーい、みんないらっしゃい。今日ね、ヒカルくん、金杯さんもいたから、多分そっち側に行っちゃった。トレーニングしようって言われたけど、先輩に多分付き合ってるんだと思う。しょうがないね。師匠がいるからね、師匠が。よいしょ。安定の100だね。え？安定の100、まあまあ、安定の100。うん。今誰がやってんのか全然知らないけど。全然昨日打ってなかったからさ、古代さんはどつ
ウスピースねえな。マウスピースがない。あれ？マウスピースどこだ？うわ、なくしたかも。あ、マウスピースなくした。居酒屋か。マジか。あ、マウスピースなくしちゃったよ。あったあった。ありました。はい、みんなは頭痛。
そうだな。カードを間に合わなくさせるって感じですのんちゃんも大変だよ。のんちゃんも大変。古代さん出るジャンピンはキックの練習もしてるから対策してね。
くらんぼさん今日はどれさん来ないの。横の時から結構強めに。イケリがそのパンパンパンっていうのとか、そのなんすかみたいな、そのじゃんけんみたいな。あ、危ねえ、戻った。古代さんどうなんだろう。多分今日は来ないかな。いいね。あ、怖え。そっちの方がやりづらいね。
り気をつけてね。ヒカルくんとスパーの予定だったんだ。今日本当はヒカルくんとスパーの予定だったよ。マイカ、イチカ、タン、今はまだいびつな形だけど3ヶ月後はちゃんと形として出来上がる。 GGGGGG19713 カッコはどうでもいい。ヒカルくん、個人経営者さん、来月からその女性30センチくらいの棒で顔腹にガチでつっついてチープを覚えさせればよい。これいいです。マジだ。古代さん、どれ
休憩。個人経営者さんプロまで考えるとみんなやらなくなる厳しいからね。休憩です。激しく同意。笑そんたさくらんぼさん、あくまで素人の戦い。幼稚さん全然切らないじゃん。J ドットマンさん、山本キッドみたいにバチバチいったれ。ふかずバレハナ、ひっかさん、体の正面より左にストレート流すな、左フックくる。ふんふんさん、素人にしては綺麗だね、基本的です。幼稚さん切らないの。今日はストレート、日曜日の時までストレートが課題なんで、ストレートを打てるようにします。実際には休めねえよ。ミックさん、このイベントが破綻すること分かってんだろ。ストレートを打てるように仕上げたいと思ってます。今日はなので、あのスピードのせるとかじゃなくて、フォームの確認をしていこうと思います。ちょっと体重移動が苦手なのと、下半身のバランスの使い方が分かってないので、その辺を、その体がうまく入るようにフォームを意識して、あの今まで間違ってた打ち方してたんで、これを練習します。限度 1mm 3件を鍛えとかないと手を壊すから気をつけて。はい。あの練習本番の時に呼吸法をあのできなくなっちゃうから、普段からつけとけと、練習の時からつけておかないと違和感があるから、ないとけって言われてます、トレーニングの時は。妻からアットマークからくりくりから峠さん、課題を決めてやるのはグッドよ。今日はあのフォームストレートですね。ジャブと蹴りは大丈夫だそうです、今のところは。ただストレートが丸でなってないから、ストレートが打てないとダメだっていう。はい。今日の課題は腰のストレートです。まあ見てる方つまんないかもしれないですけど、すいません、本当に。個人経営者さん、マウスピースの奥歯を噛みしめて叩く練習は必要。ここですか、奥ですか。気持ち悪い。マウスピース苦手なんですよ。おえってなんですよ。リーチどうですかね。両手、僕身長170なんですけど、両手のつま先、あの指先から指先まで185です。こっからここまで、こういう感じ。長いのかな、これ。どう、こんな感じです。古代さん、長いと思う。クマからアットマークからくりくりから峠さん、長い方だな。古代さん、見た感じだけど W。 ナマコン、いちごさん、185ですね。身長より15センチ長いです。だその分戻りが遅いんで、コンパクトに打ちたいんですけど、インパクトの戻りが遅いんですよ、僕。長いですか、こんな感じかな。ジャブの軌道これくらいしかない、うん。妻からアットマークからくりくりから峠さん、相手よりリーチ長いならアウトボクシングスタイルでやれば被弾しにくい。シップカズバレハナ、そうですね、昨日教わったのが、徹底的に威力はゼロでいいから、スピードのみを上げなさいっていう。スピードとタイミングで、コンパクトに戻す。絶対もらわないっていうのと、そのパンっていう、そのスピード感を出さないと、空手じゃないんだよっていう。その当たれば倒れるからっていう。それが盲点でしたね。意外でした。自分の中で空手みたいにドンって体重に乗せるもんだと思ってたんだけど、そういうのはいらないと。パンパン、もうパンパン。ルールはですね、ムエタイルールで3ラウンド3分間です。
今日ルール契約書見てきたんですけど、レフェリーの TKO、 それから3回ダウンしたらもうノックアウト、あと KO 教わりましたね。でもシャドウの時はもう握るなと、ワドは力入りすぎだからもうこれでやれと、練習をで、グローブつける練習の時だけ打つ時に握り込めと、もうこの1週間日曜日までは手はブラブラさせなさいって言われた。あ、できますよ。そういえば忘れてました、すみません、癖でできますよ。全然どちらかというと握り込みすぎてたっていうか、一段一段そう倒そうとしてた、そうじゃなくてパンパンっていうそのスピード感と当てるっていうこと、パンっていう。古代さんグローブはでかいやつ、グローブは16オンスなんで一番でかいやつです。16です。すいません、僕もアスペなんでついつい。じゃあ練習します。なんか今度フックだけお願いします。
ではすごい格上を想定してコメントしてるように見えるわ。みんな熊からアットマークからくりくりから峠さん、実際に打たれてネガティブなメンタルになった時にどれだけ持ちこたえられるか。貧乏してる？
ただきまーす、ケピー。パパライオンさん、こんばんは。こんばんは。妻からアットマークからくりくりから峠さん一のゲーセンのパンチングマシンで威力測ってみたら170でしたね、1週間前。今日測る170キロで1週間トレーニングしたんですよ。測り行く、歌舞伎町行く。テルジャンピンの方がパンチ重かったんですよ、173キロだったんで。1週間トレーニングしてどれくらいパンチ力上がったか見たいよね。熊からアットマークからくりくりから峠さん測ってみて。測ってみる。亀さん行きましょう。行く。古代さんみたいね。もうじゃあさ、15分だけ練習させて、感覚が入ってきたから15分だけやらせてくんない？ストレートの練習15分だけ。体温まってますよ。じゃあ行きますか。これ15分もう一回、もうちょいやった後。パパライオンさん格闘技経験長いです。カピオンさん A です。ありがとう。格闘技は素人です。生まれて初めてやります。生まれて初めてです。分かった、のんたん。ついに分かったよ。見て。うん、ストレートが分かった。これだ。この速さだ。パパライオンさん、なるほど。楽しいですよね。うん。腰入ると、切れる。これだ、ドレさん言ってたの。分かった、やっと。これだ、これだ、これだ、わかった。今度さくらんぼさん振ってきた。これだ。ああ、わかった。え？肩っていうか腰の回転で乗るんだ。わかった、ドラさんの言ってたこと。全然違う。これだ。練習したら重くなるよ、ちゃんと。腰もっと切れて。これだ。これだ、ドレさんが言ってたの。分かってきた。ありがとうね、みんな。分かった、やっと。昨日から全然分かんなかったんだよ、昨日。これだ。これだ、これ。来て来て来て、これ、来て、これ、これだ。これだったんだ。これ、動きはこうだ。これ、これ。来た。これだ、これだ。要はね、俺勘違いした。フックと一緒なんだよ。フックと動きが一緒。やっと分かった。この動きと一緒なんだよ。こうなんだ。うん、やっと分かった。すげえ。この動きとこの動きなんだ。昨日で、ぶっちゃけさ、リスナーどうなの？昨日とフォーム見比べてちょっと見てくんない？横でやるから全然違うはず。ちょっと見てて、本気で。昨日と見比べてよ。
これだよね、多分。パパライオンさん下半身から伝えるのが基本でなんですけど、 GJ さんたちが草今作グランコさん何踊りどう。この回転なんだね、横回転。やっと分かった、この回転が。パパライオンさん実践では実はそんな時間あんまりないんですね。吉村博之さんなんちがもっとパンチを押し込めって感じ。これね、合ってる。ちょっとさ、手やってこ、あ、いや、危ないわ、やめとくわ、うん、熊さんさん、右足に体重移さないと手打ちだよ。のぶくんさん、楽しそうですね。画面じゃノンさんに持ってもらおうか。じゃあ多分ね、これ下から撮ってるからじゃない。ノンさんにやってもらおうよ。ちょっとじゃあこれで、これこういうとこ繋がってるからね。はい、ノンさんに指示して、みんなカメラを動きは。はい、おさらいね。各黄色のハートさんストリートを想定ですか、試合に出ることを想定ですか。試合に出る想定です。クマからアットマークからくりくりから峠さん、ムエタイルールでの試合を想定してるようですよ。ストレートの時反対の足。パパライオンさん踏み込む。踊るベンチョ太郎、ふわっちさんストレートを打つ時は
レートを打つときは右膝と右膝を左膝にぶつけるイメージ。パチンカスアットマーク三素人なら空いていたら腰引けるから。たかしさんてるくんはパンチが軽そうだったな。かつ黄色のハートさん僕絡んだことありましたっけ。顎を引いてって。吉村博之さん、さすが便所さん。 GJ さん、リスナーの意見は無視する形。吉村博之さん、腰高いね。踊る便所太郎、ふわっちさん打ったらすぐガード。便所太郎さん来てます。打ったらすぐガード。熊からアットマークからくりくりから峠さん、試合相手も素人、経験はちょい勝ちにらしいので、それを想定してアドバイスしてね。吉村博之さん、膝が流れてるわ。 GJ さん、おい、便所さん来てんぞ。便所さん、アドバイスありがとうございます。ありがとう。はい、じゃあ今からパンチ力測りに行きます。今からアットマークからフリフリから峠さん、パンチングマシーン行きますか。パンチングマシーン行きましょう。1週間のトレーニングの成果どうなってるのか見ます。パチンカスアットマークさん、状態の状態硬いね、ちょっとね。宮田凛さん、シャドウの時パンチだけでなくフットワーク入れた方がいいよ。そうですね。じゃあ歌舞伎町行きます。 OGW さん、何十キロは走らないと3立方メートル R は持たないよ。お疲れ様です。重心もっと前。重心もっと前かな。ちょっと帰ってまたフォーム確認します。昨日より手応えありますね。昨日は体がガッチャガチャだったけど、今日はね、何発かこれだっていうのが分かった。これだっていうのが。肩と腰なんだっていう。ありがとうございます、応援。今からパンチングマシンやります。何キロくらい、ねえねえ、1週間トレーニングしたけどさ、どれくらい強くなったかな、パンチ力どう思う。みんな予想書いて、何キロ出るか。1週間の成果どれくらいだと思います。頑張ります。ありがとうございます。頑張ります。150くらいかな。みんな予想書いてください、パンチ力。68キロ。178。
週間じゃ変わんないかな。1週間じゃ変わんないか。試しに測ってみよう。モチベーション上がるからさ、強くなった感じがするじゃん。実際パンチングマシンの強さは関係ないけど、自信につながるからさ。メタルールス。そうっす、あ、マウスピースまだつけてた。ちょっとどうなってるか見たいね。なんかね、スピードが上がってるって言われますね、マウスピースかぶと。2.5 か、俺が77キロの77キロの 2.5 ってどれくらい？77キロの 2.5 どれくらい？それがいいパンチなの。あ、便所さんありがとうございます。今日お世話になりました、ごちそうさまです。つけてない、つけてみる。今日マウスピースつけて打ってみる。いや、かっこよくないですよ。弱いからトレーニングしてるんで。ですね、昨日どれ深夜食堂さん、あの格闘技歴20年の方にトレーニングをつけてもらったんですよ。で、その時に蹴りはある程度打てると、前蹴りとローキックは打ててるから、とりあえずストレートとジャブをこの、あの日曜までにっていう課題です。だからあえて蹴りはやってないです。で、ステップワークとかもあえて抜いてます。今日はもう体の体感を得るためにフォームの確認だけです。じゃあマウスピースつけてやってみましょう。危ないよ、ゲロ。じゃあ今日はマウスピースつけてやってみます。はい、まあ、タイトルに書いてあるでしょ、あのストレートのフォームを作るっていうのが今日の課題ですね。っていうのも昨日トレーニングがちょっと3時間やったのがオーバーワーク気味だったらしくて、体が張ってるんですよ。もちろん筋トレやりますよ、帰ってから。ただ今日は一応鏡のあるところだったんで、フォームの確認です。ビルのあの窓、鏡で踏み込みを前に出る感じで肩を重く、了解です。前回170キロかな、前回170キロでした。今回じゃあ180キロ目指そうか。前回170キロ、今回180目指します。あ、大丈夫ですよ、ウェア着てます。キロ出ればいいパンチか。ハートプレゼントありがとう。じゃあ180キロ出ればまあまあいいパンチってこと。なるほど、頑張ろう。やってないっす、格闘技未経験です。80キロか。
かる。ジャブ一番大事ですね、本当に間違いないです。あのドルさんのジャブ、本当に格闘技やってる人のジャブを初めて見て分かった。ジャブを制するものはっていうの意味が分かったね。ノンタンのパンチマシン見たいってやる？ノンタンもパンチ見たいって、やろうよやろうやろうよ。オッケーオッケー、カヌみんな見たいってノンタンのノンタンのパンチからじゃあ行こうか。ノンタンのパンチから行きましょう。じゃあ持ってもらってもいい？ごめんね。いいね、ノンタンのパンチを見ましょう。あ、そっか、ちょうどパチンコ屋終わる時間か。手首ぐきんないように気をつけてね。はい、女の子だから。のんたんのパンチ本舗初公開。のんたんパンチどれくらい出るかね。46くらいかな。うんとね、パンチングマシンで1週間ぶりにパンチ測ってみようってことになりました。パンチ力を計測しに行きます、トレーニング後。90くらい出るかな、やのんちゃん。足の指振り抜いたらダメなの？パンチングマシンって。え、普通にさ、ボクシングの打ち方じゃなくて威力が出るパンチのやり方やっていい？威力が出るやり方やっていい？もう単純にパンチのフォームとかじゃなくて、あの思いっきり数字出すやり方。そうそう、センサー叩きつけるやつ。普通のボクサーパンチとパワーラリアットパンチを見ましょうか。歌舞伎町です。よっしゃ、着いた。あれ、小銭用意しないと。バッグの中からさ、あれ用意して、あの黒い財布みたいなやつ。そうそう、落ちたら数値出る。うん、それそれ、うん、それここ全員入ってるから、ありがとう。今後はなんで？今晩は？あー、こんばんはか。ですね、格闘技の試合に出ます。大会に出ます。もうちょい前、もうちょい前。
センサーが、そうそうそう。ゼロキロ、ゼロキロ、何ゼロキロって、初めて見たんだけど。え、200円が一発で終わった。え、ゼロキロ、何、どういうこと、ゼロキロって。すげえな、あの、ボンちゃんゼロキロです。すげえな、ボンちゃん、奇跡だわ。これ置いて、なんでゼロなの、ちゃんと当たってたやん。あ、置いて。で、これポケットに入れて。で、俺引き出そう。傾ける技とかあんのよ、クッション、ここにグローブ挟んだりとか、ここにグローブ挟んで傾けておくとか、いろいろあんの。そうだね、ストレートでこれ行こう。まあまあまあ、
180出たんで、よしとしましょう。そうだね、よかった。じゃあ帰ろうか。帰ります。すべては修行の成果だ。あれ閉められた。まだいる。クレープ食べる。おごってあげようか。なんで。おいしくない。おいしいのあるかな。あそこの前食べたのまずかった。まずかったか。彼女のパンツゼロだったかんね。何だったんだろう。じゃああそこのタピオカドリンク美味しいからタピオカドリンク飲む。うん、うん、取ってあげる。たまには映画でも見たいね。ありがとうね。いくら。200円が2回だから400円。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。面白かったらでいいんでフォローしてください。あータピオカドリンクなくなっちゃったわ。おしまいだ。うん、なんか食べたいのある？ご飯食べた？何食べた？焼きそば。焼きそば食べた。焼きそばか。ゼロって何だったんだろうね。あれ本当ゼロだったかんない。遅かったわかんじゃない？始めるのが遅かった。あーそれあるかもしんないね。もたついてたから。マックの新作ってなんだろう。焼きチー。ヤッキー。ヤッキーってなんだろう。チキンタルタはあれはいらないかな。うん、あんまりグッとこなかった。生姜焼きバーガー、へえうまそう。サイゼリアで飯食いてえな。ラコさん元気だよ。元気元気。この前コラボしました心霊配信で。元気でした。何がいるしね。どうしようかな。向こう行こう。食べたいのない？大丈夫。大丈夫。
亀島さんともコラボ何回かやってる。 YouTube に上がってるよ。おい、パンチングマシーン1週間ぶりにやったよ。この前ぶりに183だっけ、183でした。170が2回、一発目130だったっけ、うん、172回、181回出ました。まあ歌舞伎町だからね、うん、今日人少ないよ、全然人少ない。うわすげえ、風船120個、ありがとう。前回170がマックスだった。132回の171回だから、170の平均が出せるようになってるのは結構嬉しい。前回もあのぶっちぎりのやつが平均になってて、確実にパンチ上がってるし、よかった。歌舞伎町こんな感じです。駅前です。バーガー5個ありがとう。バーガーも5個いけるようになったんだ、うん、バーガーダメだったよね前。ありがとう。遠いでしょ。花火プレゼントありがとう。花火ありがとう。お、花火2個だってかける。すごい。花火ありがとう。すげえ、かける2とかできるようになったんだ。すげえ。なんだ、なんか出てる。コパ。コーって出てる。クールだ。コーじゃねえわ。ありがとうございます。すげえ、クールって出るんだ。新しいやつ。ちょっとバージョンが上がるんだね。ありがとうございます。花火ありがとう。からでアイテムまとめて、花火何個までいけんだろう。すごいね。あ、すげえ。ファンタジーファンタスティックって出るんだって。グレートファンタスティックってすごいねこれ。ウケるわ。彼女もね歩くの早いよ。もう俺のスピードに追いついてきたね。俺超早いよ。初見さんいらっしゃい。よろしくお願いします。ワードです。すごいね。
一撃花火10個とかすごいよね。今日は出れないよ。じゃあ皆さん今日の放送終わりにしたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。のんちゃんに練習付き合ってもらいました。みんなお疲れ、ありがとね。一撃花火10個はさすがにきつい。引っ張りたいよね花火はね。花火は連チャンした方が面白いもんね。だからあれだよ、インフレが始まったんだよ、インフレが。ついにふわっちも課金、あの大金持ち採用、10倍。うん、お疲れー。アイラ対応、アイラ対応だよ。あれアイラいけるじゃんって、100万ぐらいしか稼げないと思ったけど700いったよっつって、じゃあ10倍にしちゃおうっつって。お疲れ様でー、じゃあねー。お疲れー、たかしさん。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。